今日はですね、結構リクエストもいただいておりました。オクターブ奏法というのを皆さんに伝授しようかなと思います。まあもしかしたら名前知らなかったけど、あ、知らずにできるようになってたって方もいるかもしれない。でも、まあ、しっかり綺麗な音で、で、流れるような演奏するのは難しい。なんかダサい感じになっちゃうっていう方もいることでしょう。なので今日はしっかりオクターブ奏法について一緒に勉強、練習していきましょう。で、超初心者向けから始めるので、初めての方もぜひ。で、今日のお話ざっくりこんな感じでいきます。オクターブ奏法とはっていう話をして、で、ベースのオクターブ奏法とちょっと違うんだよってお話しして、で、とりあえずやってみてもらって、間の弦をミュートする、で、上下の弦もミュートする、で、ここらで一旦休憩があったら、そもそもオクターブってみたいなお話をちょっとだけして、で、そこからオクターブ奏法のポジションとか使う指の話をもうちょっと掘り下げて、で、最後にダサいオクターブ奏法の特徴、ミュートが甘いとか振り抜きが遅いとか移動が途切れるとか、あと歯切れが悪いとか、そういう感じのお話をしていこうかなと思います。つまり、まあ、前半で超基礎をやって、後半はオクターブ奏法をもっと歯切れよく、もっとメロディアスにするための細かいコツってのをお話ししていきたいと思います。で、この最後のとこ、これですよね。ここ多分陥ってる方多いだろうなと思うので、ぜひ聞いてってください。では行こう。まずオクターブ奏法、冒頭でもちょっと一瞬流れてるかもしれないです。もう一度弾きます。こういうやつです。こういうやつ、こういうやつ、なんかいいですよね。かっこいいですよね。ロックな感じのリフとかバッキングとかで、まあ、よく使われること多いです。なのでエレキギターの方が使われがちですね。で、コードみたいな厚みもあるけど、でも実際単音弾きみたいなメロディーが聞こえてますよね。これがオクターブ奏法の魅力で、このギュインギュインやるのもよし、歯切れよくやるのもかっこよしっていう感じです。で、僕もね、結構これ好きでしょっちゅう使ってます。で、いつもこれ流れてるBGM、 これ全部僕の曲なんですけど、うっかりそっちでもオクターブ奏法結構何度も使ってるので、ごめんなさい、もしかしたら僕が弾いてるのとそっちから流れてるのちょっとぶつかっちゃって、なんか聞きにくいかもしれないので、ちょっと今日は BGM を下げ目にしよっかな、どうしようかなっていうのはちょっと後で調整します。はい、そんな感じで今日はこのオクターブ奏法やってもらうわけですが、まず一応この名前、この奏法の定義みたいなお話からしたいと思います。これはですね、オクターブ違いの2つの音を同時に弾く、多分定義はこれだけです。で、まあ、ずっと同じとこでもでもいいしみたいなのでもいいし、ソロの途中とかでも使うし、控えめなバッキングとしても使うっていう感じですね。で、ちょっと間違えないでほしいのは、ベースでもオクターブ奏法っていう弾き方存在するんですよ。でもあれは、っていうこのブペブペブペってオクターブを交互に行き来するっていう奏法のことを言う気がする。でもギターのオクターブだとっていうこの2つを、さっきのはで、ギターではっていう感じで、この音とこの音同時に一気に弾くっていう奏法だと思います。うん、じゃあまずこれ一体やってみましょう。うん、で、ギター持ってください、どうぞ。アコギの方もぜひ。はい、じゃあ5弦の7フレットにしようか。5弦の7フレット、ここを人差し指で押さえてください。で、次に3弦の9フレット、ここをまあ薬指か小指か、とりあえず今どっちでもいいので、どっちかで押さえてください。はい、で、これで完成です。この状態でこの2本だけ鳴らします。いきますよ、せーの。はい、できました、おめでとう。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではバイバイ。嘘、まあ、これだけでできたらちょっとあなた天才すぎるので僕は引退します。ちょっとこのチャンネル上げるのであとお願いしますって感じなんですけど、多分まあみんなこれだとできないんですよ。で、初めてのあなたはこう思ってるはずです。どうやってその2本だけ鳴らしてるんだと。で、もうちょっと分かってる方はミュートができないって言ってると思います。なので、ここからその話をします。まずこのどうやってその2本だけ鳴らしてるんだと。うん、そうですよね、5弦と3弦って言いました。間の4弦どうする？5弦弾いて浮かして3弦弾いてこう、ちょんちょんちょんってやるのはちょっと無理でしょう。なので、これ本当は4弦もピッキングしています。4弦もろとも弾いて、もろとも弾いています。でも4弦の音聞こえなかったですよね。どうなってんの？ミュートしてます。はい、出た。これギター弾いてるとしょっちゅう出てくるワード、ミュート。これ C コードのね、6弦をミュートしてくださいとか、ストロークの途中でミュートしてみたいな、ブラッシングみたいなね、こういろいろ出てくるんだけど、今回はこの間の弦をミュートしよう。さあ、どうやって、うん、どうやってでもいいんです。うん、でも僕はまあ人差し指ここでミュートしてるっていうことが多いかな。人差し指5弦を押さえます。その5弦押さえながら4弦にソフトタッチ、ソフトタッチ。そうするとこの4弦5弦を押さえてるよね。で、4弦がペッ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 っていう風になってますよね。これ、この状態でオクターブ奏法の場合、この間をこのペシッ
ペシにして、その状態で一気に振り切る。もうね、この感覚はもうあなたが一生懸命勉強、もう研究して掴むしかない。一応僕の手はいくらでも見せますが、こうなってたり、まあこうなってたりするんですけど、どこかで触る、うん、これ正解っていうのはない。そう、だから今ちょっとやってますけど、この中指で間の弦に触るっていうのもありだよね。5弦押さえました、3弦押さえました、で中指が今これ余ってるので、これで4弦にちょっと触る。そうするとこれねっていう状態で、こういう感じね。まあ、とにかくギターのミュートなんてもうどうやったっていいんだから、結果ミュートできてればよしっていう感じ、うん、でこれはあの楽譜にバツって書いてあったらどうするのみたいな動画でもお話ししてたかと思います。これ概要欄にリンク貼っておきます。なのでこの間の弦をしっかりペシペシにした上で振り抜く、これがオクターブ奏法だ。で、はい、次に、まあ、間の弦以外の処理もお話ししたいと思います。例えば、このポジションだと、この、ピックがね、こう、6弦に当たっちゃうとか、2弦に当たっちゃうとか、うん、これはあるあるです。オクターブ奏法って結構派手にガーってやるんですよ。ってやるときに、今みたいにわーってなってるときに、そんな細かい、こっからここまで当ててとか考えてない。全然他の弦にも当たっちゃいます。で、そんなときは、じゃあどうすると思いますか？じゃあみんなでせーので言っていきましょう。せーの、ミュート。もう何でもミュートよ。もうこればっかり。で、実際に、じゃあ、具体的にはどうやってるかっつうと、もうこれもさっきも言いました。もうミュートできてれば何でも OK。どの指でも OK。でも大体僕はこの太い方の弦は、人差し指がこの先っちょちょんって触ってて、で、細い方は、まあこれも人差し指とか薬指とか、いや、もうむしろ全部の、この辺の指のこの辺で適当に触る。もう下にある弦なんてもう、なんかどの指が触りに行かなきゃとかじゃなくて、もうなんとなく、はい、これ見えるか？もうみんながこう、なんとなくここで触ってます。この辺とかで。うん。見えてるかな？ミュートってできるだけ多くの指でこう行った方がやっぱ綺麗に確実に止められるんだよね。なんかハーモニクスとかホンホンなりにくくなるので。なのでオクターブ奏法の時は結構手がベタッと寝てます。これ結構大事なポイントですね。こうしっかりこうそこの弦だけ押さえてとかじゃなくて、こんな立てるんじゃなくてスッって寝かして、もう全部の弦に触りながらこの状態でガツンと弾く。これどうだろう、今ちょっと大げさだけど、今多分全部の弦にピック当ててます。いきます。どうすか、あんま気になんないでしょ。ゆっくりやったら確かにっていう風に、っていう、これ以外にもっていう風になってるけど、この辺のノイズも含めてこれオクターブ奏法の音色っていう感じなので全然いいです。なんかオクターブ奏法ってこれ僕だけ、いやみんなそうだろうな、結構この当てる本数によってこのバシャバシャ感を調整してるっていう感じなんだよね。芯のあるオクターブ音だけ鳴らしたければこの3本だけってやるし、もっと派手にしたければそこからもっと下のも入れて、これからっていうのも一緒に鳴らすっていう、そういう感じです。どうですか皆さん、なんとかなった？これまでずっと5弦の7フレットと3弦の9フレット、ここのオクターブでずっとやってもらってましたが、この後違うポジションも紹介していこうと思うんですけど、指大丈夫ですか？ちょっと休憩してください。オクターブそもそもこれ何っていう話をしてもいいですか？なのでちょっと指の休憩がてらお付き合いください。一応軽く説明すると、オクターブってのは簡単に言うと低いドと高いドのこの関係のことです。もちろん低いレと高いレの関係もそうだし、低いファシャープと高いファシャープ、これもそうですよね。音階ってドレミファソラシド、これご存知ですね。でその先もドレミファソラシ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 ドも全然続いています。ずーっと続いてるんだけど、もうなんかパターン短いんですよね。いろはにほへとなんたかかんたかとか、このなんか50音とかも全然ないし、3.14159265みたいな、そういう不規則でもありません。パターンの繰り返しで同じ音が登場します。ちょっとだけ違う響きの同じ音が出てきます。これがね、12段ごとにラス
旋階段みたいになってるっていう感じなんですよね。12段上がったら同じ位置だけど、さっきより高いところにいるかなみたいな。そう、さらっと言ってしまいましたが、オクターブ12個の半音があります。12半音上がオクターブです。でこれを度数で言うと8度っていうやつですね。このあたりちょっともうちょっとちゃんと勉強してみようかなと思った方向けの動画も出てます。あの半音と全音の違いとか、あと度数の話、これ前編っていう動画から見ていただくのがいいかなと思います。これで音楽への理解が深まるとちょっと頭良くなった気になるので、あの楽しいかなと思います。概要欄にリンク貼っておきますね。でそんなオクターブの2つの音を同時に弾く、これがエレキギターでは結構、まあ、使いやすい奏法として出てきます。使いやすい理由、まあ、あんまり指をすっげー広げなくてもオクターブが届くっていう、これ構造上の理由ですね。ピアノのオクターブとかさ、まあ、こうやってやるじゃん、あれよりも全然指開かなくて全然弾ける、あー便利っていうのもあるし、この間に入ってる弦、一応鳴っちゃいけない弦も間に入ってるけど、あんま気になんない。特に音を歪ませてしまえば全然気にならないっていう、まあエレキギターの特性からですね、うん、これで結構オクターブ奏法っていうのはよく使われます。僕もすごい好きで。どうですか皆さん、今やったのがさ、5弦の7フレットと3弦の9フレット、つまりこれは E の音、ミの音のオクターブでした。低いミと高いミっていうことですね。うん、これまあそんな無理なポジションじゃないですよね。抑えられますよね。でオクターブ奏法ってもうね、大体こんなもんなんですよ。なぜならギターって横移動でいろんな音に変わるからですね。試しにやってみましょう。ファのオクターブやりましょう。もうさっさとポジション言います。5弦の8フレットと3弦の10フレットです。わかりますか？さっきのと全く同じ形で隣に1個移動しただけで、さっきの今のはこれですね。人差し指が押さえてる弦の2本下ので、1フレット開けてもう1個上なので、2本下の2フレット上っていうのかな、間に弦1本フレット1個っていう風になってます。これを守れば5弦を使うオクターブ奏法超シンプル。じゃあソのオクターブは5弦の10フレットと3弦の12フレット、これ一緒です。横移動だけで、5弦です3弦ですっていうのが違っても、横移動したらどれぐらい音程が変わるっていうのは一緒なので、これずっと同じ横移動でひたすらオクターブ奏法ができます。なのでまあこれを利用してオクターブ奏法だけで演奏するとかすると、そうですね、みたいなね、こんな感じ。これめっちゃ簡単でしょ。もうずーっと同じの形のまま移動しただけ。しかもなんかこれギターっぽくないっすか、ギターっぽくないっすか。そうなんですよ、これオクターブ奏法のメリットですね。音が太くなる、オクターブで重ねてるからなんですけども、めっちゃかっこいいですね。これオクターブ奏法ってやつですよ。一度覚えてしまえば結構何でも使えますってことなんですけど、こっからじゃあちょっと注意というか、ちょっとだけ難しいお話になるか、そうでもないか。オクターブ奏法、別に5弦と3弦の専用の奏法ってわけでもないんですよ。弦の組み合わせ4パターンあります。これもう難しく考えないで、普通当たり前なんだけど、一応パターンを4種類あげます。6弦と4弦、5弦と3弦、4弦と2弦、3弦と1弦っていうこの4パターンなんですよ。まあ見てわかるというか、当たり前じゃんって思うかもしれません。どれも弦1本挟んでっていう、そういう組み合わせになってます。でこれまでずっとやってもらってたのは5弦と3弦この組み合わせでしたね。でじゃあそのまま両方を1本ずつ太い方にずらすと、6弦と4弦のオクターブ奏法の出来上がりです。これさっきのとこね。で1本ずつ太い方に移動、そうするとはい、これで出来上がり。これがオクターブ奏法だ。超簡単。でただまあこれ1本ずつ細い方にずらして、じゃあ4弦と2弦ってなった時、これだとオクターブ奏法にならないんですよ。お聞きください。なんか分かります？なんか理論的には分かんなくてもいいんだけど、さっきまでとちょっと具合が違うぞと。なんかブーブーブーってちょっとなんか音ぶつかってるっていう感じ、わかります？聞いてわかるようになってほしい。理論はまあ後からどうとでもなります。うん、これオクターブになってないんですよ。これはまあギターの楽器の特性というか、まあ各弦のチューニングの法則によるものなんですけど、まあ、結論から言うと4弦と2弦を使ったオクターブ奏法は、フレット間に1個じゃなくてもう1個開けたここ先になります。間に入るフレットが2つになります。
ほらね。で、同じように3弦と1弦を使うオクターブ奏法、これも間に入るのはここ中に2フレットになります。なので3弦の7フレット、今これ3弦の7フレットの時は2つ細い弦、1弦の9じゃなくて10フレット、ここがオクターブ上になります。これこういうことです。まあ、これはね、ちょっともはや丸暗記でもいいと思います。ちょっとバシッとここまでまとめます。さっきお話ししましたオクターブ奏法っていうのは弦の組み合わせは4パターン、6弦と4弦、5弦と3弦、4弦と2弦、3弦と1弦、この4つで、この中で6弦と4弦、5弦と3弦を使うポジションだと間にフレット1つで、逆に4弦と2弦とか3弦と1弦を使う場合は間に2フレットになります。いう風になります。これはまあオクターブ奏法のルールっていうよりも、もうギターっていう楽器のチューニングがそうなってるからもうしょうがねえ。なので、まあどこが何の音か分かってますって方からすると、まあそれ当たり前じゃない、ほらチューニングとか、こう隣の弦とチューニングするとき2弦と3弦のとこだけ1フレットずれるからそれがこっちに影響してるんでしょって分かる方は、それまあそういうことっていう感じなんですけども、どこが何の音か一覧で分かるクリアファイル、実は僕作ってます。ちょっと待って、はい、じゃん、これですね。これで指板上のどこに何の音って全部書いてあります。で、2枚組の場合こっちにね、メジャースケールの形だけとかパワーコードの形だけ、加工した時のチューニングこれになるよって枠だけが書いてありますので、こうやって重ねて使うと、あーここねみたいな、超便利。これ結構な発明だと思ってます。で、4枚組の方もありまして、これはバレーコードの形がまた形だけ載ってるので重ねて使ってください。なんたらマイナーセブンスってどこでやるんだっけみたいな、もうこれってお手元でいじくりながらお勉強できますっていう感じですね。まあ、これね、多分ググって調べるより自分でこうやって探して、あここだってやる方が頭に残るかなと思って作りました。結構ご好評いただいております。まだお持ちでない方は概要欄のリンクからどうぞっていう感じで、はい、オクターブ奏法、ある弦ある音のちょっと細い弦のちょっと上のその辺にあるオクターブの音を押さえて弾くっていうわけですが、ここからちょっとまあ、指使いの話もしましょう。前半で人差し指と薬指でも小指でもとりあえずどっちもいいから押さえてって言ったと思うんですけど、2フレット挟む場合、人差し指が3弦にいる時とか4弦にいる時とか、間に2フレットいたら、まあなんか小指の方が使いやすいことが多いよね。まあ強制でもないんだけど、うん、どっちでもいいっていう感じで、そんな感じで弦によって変えてもいいし、気分だったり前後のフレーズだったり、まあ、フレットのどの辺かにもよるよね。フレットってこっちの方が広くてこっちの方が狭いので、小指使っててもいいけど上がってきたら薬指の方が弾きやすいなみたいなこととかもあるかもしれない。この辺はもう本当に好きな方を使ってくださいっていう感じです。ミュートしたいから薬指は開けときたい、小指で押さえますとか、小指はちょっと力が自信ないんで薬指にとか、まあいろいろいろんな事情で適当に決めてください。じゃあここまででオクターブ奏法、まあいい感じになってきたかなって思います。なってないよね。いや、わかるよ。まあ、どうせダッセーオクターブ奏法してるじゃないですか。なので、言われたこと全部やったぞ。一応、オクターブ上の音も鳴ってんだけど、なんかこう、演奏してみるとダサい。そんなあなたへのお話です。あなたのダッサいオクターブ奏法の原因、こっから見えてますので、お話します。おそらくこの3点のどれか、いや、多分全部。1つ目、ミュートが甘い。2つ目、振り抜きが遅い。3つ目、移動が途切れる。これだと思います。順番にお話しますね。最初はもうミュートです。もうミュートはさすがに大事すぎて、前半でも結構お話ししましたね。もうね、とにかく、ミュートが大事。どこでどうやってもいい、うん、ミュートとにかくしてください。で、なのでオクターブ奏法って結構指が寝てることが多いってさっき言ったじゃん。これやっぱすごく大事で、指先で押さえるとかじゃなくて寝かし気味にして隣の弦にちょっと触ると、この薬指でこの辺隣の弦触ります。で、もうそこ人差し指も触ってるとか、これがすごく大事ですね。で、僕結構このバシャバシャってやるときは中指ですね。中指でなんなら全部の弦ミュートしてたりします。うん、この太い弦だけじゃなくてね。見えてる？はい、これですね。もう結構ね、だから中指を自由にさせたくて薬指じゃなくて小指を使うみたいな、そういう考え方を僕はしてるような気がするってさっき思いました。うん、で、そうなので、これで中指で5弦も6弦も3弦もミュートしてるっていう感じです。うん、
ていう感じです。よかったら真似してください。はい、次、ダサいオクターブ奏法の特徴2つ目、振り抜きが遅い。オクターブ奏法やるときってオクターブの2つの音を別々に聞かせたいとは思ってないんですよ。皆さんもこう人の演奏を聞いてて別々の旋律だと思って聞いてないでしょ。つまり1つの音なんです、オクターブ奏法で出る音、うん、いや2つなんだけど1つの音として届けたいんですよ。なのでしっかり1つの音に聞こえるようにしたいんですけど、そのコツの1つが振り切る速度ですね。一旦極端にゆっくりやるよ。これだとなんかもうドンペンドンペンドンペンっていう風にもう2つちゃんと聞こえちゃってるでしょ、うん、しかも間の弦も触るので、ってなったらなんかオクターブ奏法にあんま聞こえないんですよ。っていうかダサいんですよ。そうじゃなくてこうです。これぐらい早くないっすか。うん、ドにするんです。これオクターブ奏法、この一気に振り切る、うん、これまあ実はコード演奏とかもそうなんですよね。もう F コードとか押さえてこうベリベリベリーンとかじゃなくてジャンっていう一発の音にするみたいな、これですね。なのでまああんまりピックを寝かしすぎると撫でちゃってペペペってなっちゃうから、ちょっと固めの方がいいのかなとも思えますが、まあその辺はお好みでっていう感じです。この状態でしっかり一気にっていう風にやってみてください。こんな感じかな、うん、もう一回遅いのやっとく。遅いので、早いのはうん、こういう風にしてください。で、今思ったんだけど、ゆっくりだとこの周りのこのノイズもなんか目立っちゃうね。ドンポッポッっていう。なのでってやるとまあ目立たないかなって今思いました、そんな感じです。はい、次ラストかな。ダサいオクターブ奏法特徴3つ目、移動が途切れる。例えばさ、普通に単音弾きするときってできるだけつなげるじゃないですか、みたいな。でもオクターブ奏法だともうなんか移動しなきゃいけないから絶対音途切れちゃいません？みたいなみたいな、無理だよね。そうだよね、だって他の指使うんだったらパッパッって切り替えられるけど、オクターブ奏法って基本同じ指を使うし移動しなきゃなので、どうしたってギリギリまで押さえとくって無理だよね。でもまあなんか弾ける人のオクターブ奏法ってつながってますよね。わかりますか？いや違うな、さっきの曲の方がわかりやすいな。もっとつながってるのがわかりやすい曲弾きます。いきます。わかりましたか？引きずってんのよ、グリスサンドみたいなの挟まってんのよ。オクターブ奏法が滑らかに繋がってる理由これなんですよ。いや逆にむしろこうしないと繋がんないっすよ。できるだけ伸ばしてとかじゃなくて、もうこうやって繋いでます。でもこうしないといけないからこそ、こうやって繋げる前提のかっこいいフレーズとかを作ったり、それがかっこいいからオクターブ奏法っていいよねみたいになってきたわけですね。なのでそれこそエレキギターとかもそうじゃないですか。昔はアコギしかなかったけど、これもっと大きい音出せねえかな、待ってピックアップってのをつけてスピーカーから出したらどう？いいね。そしたらエフェクターとかいろいろ出せる。うわー、エレキギターって面白いねみたいになってったとか、こういう背景みたいなもん、あのレモネードみたいなもん、レモン果汁も美味しいんだけど、ちょっとこのまんまだと酸っぱすぎて飲みにくい。なんかすっげー冷やして、でこうシロップとかですげー甘くしたら良くないみたいな。うわー美味しいみたいな。苦肉の策で作ったけどうめえなこれみたいな、そんな感じになりません？今僕何の話してんの？僕レモネード好きです。はい。なのでこんな感じでオクターブ奏法のフレーズのコツは、しっかりグリッサンドを使って音をつなげていくっていうことです。まあ、これに関してはスライド奏法の解説動画で音をつなげるコツお話ししてるので、ちょっとご覧ください。そう、もうなんかこうギューンってやるからこそ、間にもうちょっとそれ必要みたいなグリスタンド入れたりします。最初のこれいらねえじゃんみたいなのもなんか入れたくなっちゃいますね。
度下げる必要あったみたいな。これがまあオクターブ奏法でよくやるフレーズですね。みたいなギュンぐいこれとかですね、あの必要ないんだけどなんかオクターブ奏法だと入れちゃうよねみたいな、そんな感じです。はい、こんな感じ。以上3点がダサいオクターブ奏法の特徴でした。逆にこの3点を克服したらかっこいいオクターブ奏法ができるでしょうっていう感じで3点で終わらそうと思ったんだけど、最後にもう一つ言うなら歯切れが悪い人がいますよね。まあこういう時ですね。みたいな、こういうなんかフレーズがあった時ね、これ歯切れが悪かったりしてでなんか残っちゃうとか、これは結構かっこ悪い原因として結構みんなやってるような気がするので、ここしっかり歯切れよくしましょうっていう。これはまあ今回あまり詳しくお話ししません。だってこれオクターブ奏法のコツ、オクターブ奏法が下手なんじゃなくてカッティングがうまくいってないからなんでね。これはそうカッティング奏法じゃん、オクターブを使った。なのでもしこれがうまくいってない、そこのコツを教えろよって方は、ごめんなさい、概要欄にリンク貼ってます。カッティングの動画が出てますので、今回と同じ熱量でいっぱい喋ってますので、よかったら聞いてってください。本日はまあ以上ですね。以上です。はい、じゃあかっこいいオクターブ奏法できるようになってください。で今日の動画見ながら一緒にやってくれたら、まあちょっとだけうまくなったんじゃないかなと思います。ただまあコツが分かっただけで完璧に弾けるようになったらね、そんな苦労はしないし、ギタリストなんて職業はもうなくなってますよね。なのであとはあなたの努力次第、練習次第です。頑張ってください。で今日お話しした他の奏法とかもね、概要欄にリンクをまとめておきます。何話した？スライドとかカッティングとかですね。うん、あとはチョーキングとかハンマリングとかももちろんあります。であとオクターブっていう概念もうちょっと勉強したいなって方の理論の動画もあります。1度と8度んみたいな、うん、そういうのとか、キーってなんだみたいなのは動画出てますので、よかったらご覧ください。本日は以上です。まさかこんな長い動画になると思わなかったので、頑張った僕に高評価ボタンください。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。